はい、それではね、ドラゴンクエスト 11S の続きをやっていこうと思います。今日はですね、この最後の砦からナプガーナ密林を通り、ソルティアナ海岸に抜けてドゥーランダ山頂に向かうと、ちょっと長い旅路になりそうですけどね、間延び行きましょうか。この辺も懐かしいですね。もうだいぶ森ね、焼けてますけど。あ、ちょっと待って、橋が通れへんの？橋崩落につき通行禁止、振り返ってツタを探すべし。なるほど。あの、住んでた人いるんかな、そこ。人影があんまないですけどね。この下に降りる感じですかね。下の方か、こっちの方だね。あ、んでここ登っていけるのか。なるほどね。よし、あのスネオがいたところからソルティアナ海岸に行けるんですかね。懐かしいね。でもこの辺もね、牛がいる。まだいるんかな。もうさすがにないか。空箱だけ残ってますけど、ここから抜けると、お、誰この橋置いたん。すごい。よし、はい、ドゥーランダ山まで来ましたね。ここは前入れなかったんだよね。マップ的には、あ、麓の洞窟っていうのがありますね。そっちにちょっと行ってみましょうか。よし、麓の洞窟。またさらに進むんですね。中腹に向かうと。はい。敵もいっぱいいるな。あ、ドラゴンライダーがいるぞ。乗れるんちゃう？よし、乗れるようになった。乗りましょう。で、多くのモンスターを乗りこなした者に送られる少女。見つけたらとりあえず乗りますから。ここ登れそうじゃない？羽ばたく。あ、すごい。あ、これ便利だな。空飛べんの？敵と戦わずに行けるんじゃないの？こんな。ね。おお、いいかもしれない。いっぱいいるな。ここにもいるぞ。降りる。これ取れへんの？取れた。よし。飛んでいこう。これ便利やな。どっちや？そっちか。うん。こっちですね。あ、またくぐらないかんのか。降りないかんね。うん。よし。で、中腹に来ました。で、あ、ドゥルタ橋っていうのがあるね。町になってる。そこにちょっと行ってみようか。じゃあね。山頂への洞窟っていうのもあるけど。なんでこんな万国旗みたいな飾ってあんやろ。ね、よし。どの辺や。あ、ここだね。よし、入ってみよう。うん。どんな場所なんですかね、これね。わざわざこんな寒いところに。ここが勇者ゆかりの地か。うん、みたいですよ。しかし大樹が落ちた場所から近いというのに、里は全く無事な様子。うん、一体何があったのか。結界が使える人がいるんじゃないですか。はあ、うん、その顔、見覚えがあるぞ。さては貴様、デルカダール兵だな。お、悪名高き。デルカダールの者よ。はい。これまで我が里を封鎖しよって、今いまし、我らドゥルダの民の怒りを思い知れ。なるほど。そっか。もうなんすか、ちょっとそれ何、それ何、それ何。動きが。いや、逆に怖いね、これ。油断するな。お前たち、やめなさい。
騒がしいと思って来てみれば何事ですか、うん、クリリンのメガネ版って感じ。里の外の方にブレは許しませんよ。はい、散歩大掃除違います。怪しいデルカダール兵が来たので取り調べていただけです、うん、デルカダール兵ですって。はい、僕は違うんですけど。なるほど、確かに、はい、ですがあちらの若い方は兵士には見えませんね、うん、僕は違うんですよ。あ、あなたはもしや、あなたから感じるこの力は、うん、すごいなこいつ。もしや勇者様ではありませんか。さすがやな、一応、うん、でも嘘つく。何をおっしゃいますか。あなたから感じるこの聖なる力、うん、とても隠せるものではありません。そんな出てるんですか。なんと、一目見ただけでお前の素性を見抜くとは、うん、ああ、どれだけこの時を待ちわびたか。はい、この者たちの無礼な振る舞い、うん、大変申し訳ありませんでした。後ほど里の一番高い場所にある大使の宮殿を訪ねてください、うん、お話ししたいことがあります。寒そうやね、見たね。変わった子だね、うん、まだ年若いというのにこちらの心を見透かされるような不思議な威厳を感じる、はい、他に当てもない。とりあえず彼の言う通り大使の宮殿に行ってみるか。グレイグは何歳ぐらいなんでしょうね。はい、ドゥルダ教ですか。はい、勇者様ね。大使の宮殿、じゃあちょっと行ってみましょう。あ、すごいあったかそうこの服。売ってるんですかそれ。うん、私に話しかけた人は記憶がなくなるんです。ほら、あなたの記憶がだんだんと。うん、はい、ちょっと記憶がなくなっちゃいましたね。どこに行けばいいんだったっけ。道具じゃなくて一番上ってどこから行くの。 あっちって書いてあったわ、うん、こっちでしたね。うん、猫この服いいな、あったかそう。さらに上ですか。教会もあるんですね。ややこしいなこの構造階段ばっかりやん。こっちですね。よしね。で、ここですかね。はい、勇者様、ドゥルダ教へよくぞ参られました。はい、私は里を治める大僧侶三歩と申します。三歩ね。三歩大僧侶、うん、あなた方ドゥルダの人々はめっちゃ噛みそう。彼のことを知っているのか。うん、大僧侶。もちろんです。我々は16年前勇者様がユグノアに生まれてからずっとその訪れをお待ちしていました。うん、勇者のことを待っていた。それはどういう意味だ。訳をお話ししましょう。うん、さあ、あの旗を見てください。旗？これ？これ？これなんか見たことある？古来よりユグノアとゆかりのある里。あ、いや、ユグノアのあれか。生まれた男子はマークか。幼子の6年間、里に修行に出されるという掟があります。へえ。ユグノアの王子として生まれたあなたも。本来は里に二馬大使だ。二馬大使。二馬大使に指示するはずだったんです。あ、そっかそっか。あ、だからローも修行してたんだね。それは叶いませんでしたが。そっかそっか。もし運命が違っていれば、お前はこの里で幼少期を過ごしていたのなら。丸坊主になってましたね。しかし、その師匠になるはずだった肝心の二馬大使はどこに。うん、我らの指導者二馬大使は魔王によって世界が崩壊したとき、うん、その衝撃から里を守るため巨大な守護法人を展開しました。すごいねそれは。その強力な結界によって里は助かりましたが、自らの命を犠牲にした二馬大使はあそのまま帰らぬ人となったのです。え、どう、え、時系列はどうなんだろう。
今大使。あ、そっか、なんか冥府にいるって言ってたもんね、確か。二馬大使ね。二馬大使の代わりにあなたにお見せしなければならない場所があります。宮殿の裏にある大修練場まで来てください。うん、わかりましたよ。ゆっくり歩いてるけど。亡くなったのは残念だが、大僧正の言う大修練場に行ってみるか。行くしかないですからね。はい。師範代です。ユグノアが滅びなければ、二馬大使と共にあなたに稽古をつけるはずでした。早速里の教えを伝授したいのですが、まずは大僧正の話を聞いてください。修練場は宮殿の奥から行くことができます。ここですか。ほ、行っちゃうよ。とりあえずローと会えそうだね。そしたら ここですね。この扉の先が、はい、ドゥルダの大修練場と。これあれ、あそこに似てるね。実際に修練場を見る前に、里に語り継がれる伝説の勇者、老主の伝承についてお話しいたしましょう。うん、神話の時代、老主は邪悪なる神を倒す旅の途中、賢者の集まる神秘の里ドゥルダを訪れました。うん、深き知恵を持つ里の初代大使天神に弟子入りした老主は、この修練場で力を磨いたと伝えられます。うん、そして修行を続ける老主は、ある人物と運命的な出会いを果たしました。お、その人物とは。はい。同じく大使の下で修行に勤め、弟子の中でも一番の実力者とされた大魔法使いウラノスです。ウラノス。共に切磋琢磨し、互いの力を認め合った二人は意気投合して友となりました。うん、修行を終えた後、ウラノスは老師の仲間となり、邪悪なる神との戦いで大いに活躍したと伝えられています。その石碑には、二人が友情を誓い邪悪なる神を倒すことを決意した言葉が刻まれています。老師とウラノスか。うん、大変興味深い言い伝えだな。昔語りはこれくらいにして、実際に修練場をお見せしましょうか。私についてきてください。はい。ローはいないの。まあいっか。ん、こっちだよね。こんなとこだったっけ、戦ってたの。はい、しょうもないダジャレお前。もういいからいいから。ここが歴史深きドゥルダの大修練場。神話の時代からある場所で、鍛錬した者の血と汗が染みついています。はい、修行すんのかな。歴代のユグノア王子と同様、ここで二馬大使の稽古を受けるはずでした。なんか必殺技とか。わざわざここに来ていただいたのは、老師の時代から連綿と続く伝統の地をあなたに踏ませてあげたかったからです。あなたの祖父老様もここで修行を受けたのですが、彼の偉業は今も皆の記憶に残っています。偉業だと。偉業。二馬大使の修行は厳しいことで有名です。これは弟子が追い出した時にお尻を叩く、通称お尻叩き棒。二馬大使会えるんですかね。なんと老様は6年間の修行でこの棒でお尻を叩かれること10,000回。この記録は未だ破られることなく、老のようになることなかれという戒めが今も語り継がれているのです。悪い言い伝えじゃないですか。大した偉業だな。老様が心配ですか。ですが、あの方は大使の厳しい修行を耐え抜き、今も伝説の弟子として語り継がれる方。はい。世界崩壊の衝撃で亡くなるほどやわではありません。きっとどこかで無事でいるはずです。え、今日はあなたのために大使の宮殿でささやかな宴を開かせてください。うん、二馬大使がいない今、私たちにできることは多くありませんが、あなたのためにできる限りのことをしたいのです。もう旅だったんですかね、ロー。
はい、こうして里を訪れた次郎のためにその夜ささやかな宴が開かれ、修行僧たちは久しぶりの宴を大いに楽しんだ。そして夜が明けた。目が覚めたか。せめて美馬大使が生きていれば、魔王を倒す手がかりを得られたかもな。ま、過ぎたことを言っても仕方がない、そろそろ行くか。はい、ここにでも立ち寄った理由が何もないですよね、今のままだとね。なんか教えてくれへんのかな。どこに行くんだ。降りるよ。すごいね、こんな建物なんだ。ちょっと話しかけてみよう。うん、まだ旅に出られると聞いて大僧侶が見送ろうと外で待っております。宮殿の外が何やら騒がしいが、一体何があった。あ、何か起こりそうですね。それで修行者の安否は。うん、申し訳ありません。参道の魔物は我々の手に負えず、修行者を発見することはできませんでした。はい、そうですか。散歩大掃除は、うん、何か困りごとでも。ああ、お二方、実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーランダ山頂へ向かったのです。半月ほど前、たった一人で。何故そのようなこと。わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと、何も言わずに山頂へ向かったそうです。牢じゃないのかな。山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため、救出のために僧兵を派遣したのですが、みんな帰ってきたと。この通り怪我をして戻ってくる始末。それでどうしたものかと思案していました、日々修行を積み重ねながら、肝心な時にその成果を発揮できないとは、自分が不甲斐ない。では我々がその修行者の救出に向かうのはどうだろう。申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に迷惑はかけられません。まあいいですよ別に。しかしその修行者をこのまま見捨てるわけにはいかない。牢じゃないんかな。違うのかな。いいだろう。里の者には一宿一飯の恩もある。その修行者を助けてやろうではないか。もちろん断りますよ。まあそう言うな、うん、こんな時期にドゥルダを訪れたのも何かの縁だ。大僧侶たちの力になってやろう。もう決まってるんでしょ。ありがとうございます。ですがご好意に甘えてばかりもいられません、うん、あ、戦ってくれるの。一緒に連れて行ってください、面白いね。では早速ドゥーランダの山頂へ向かいましょう。はい、山頂へは里を出て東の道から行くことができます。なるほどね。よし、里を出て、ちょっと分かりにくいけど、ドゥーランダ山頂に向かうと。はい。そしたら今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きからやっていきますので、よかったらまた見に来てください。ではこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。